皆さんごきげんよう、ミスターノマリーです。今日はこの可愛いワンちゃんマックくんの紹介をしていきます。この見た目からすでに里親希望者が殺到中。5月23日つまり今週の日曜日まで里親希望者を募っています。カフェではねだいぶおとなしくしているみたいなんですが、実はこの子かなり元気いっぱいで結構大変です。やっぱり子犬って大変ですよね。1ヶ月くらい前までいたね大人の保護犬のアイリンちゃんは本当に楽でした。子犬の保護犬をねこうやって預かるたびに思うんです。大人の保護犬っていいよね。さてマックくん何犬でしょうか。ダックス、トイプ、ゴールデンレトリバー。まあゴールデンレトリバーはないでしょうけど、この子はミックス犬。前の飼い主からはチワワとマルチーズのミックスと言われているそうです。人にも慣れてるし全然噛まないしおとなしいし何より可愛いし、こんな魅力たっぷりのマックくんすぐに里親希望したくなっちゃいますよね。でもちょっと待った、ここからはこの子がカフェでは見せない裏側をお見せしていこうと思います。預かりボランティアだからこそわかるマックくんをねお見せしていきましょう。飼い始めてみたらやっぱり思ってたのと違ったとかね、そういうことがないように全てをお見せしていくのがこのチャンネル。あとね甘噛みするのもこのチャンネル。早速行ってみましょう。マックはねものすごい寂しがり屋さんです。これねこの子を保護したみなしごさんでは全然そんなことなかったらしいんですけど、すごいです。ちょっとトイレ行ったりするだけでギャン泣きですよ。いわゆる分離不安症ですよね。どれぐらい分離不安がすごいかっていうのもね見てもらった方が早いのでお見せしていきます。それでですねちょっとマックのそばからちょっと姿を消してみたいと思います。早いでしょ。まあ、僕もねこうマック本当に可愛いしね大好きですよ。でもこう心を鬼にしてですねこうやって構ってくるときは無視をしております。これねマックのケージなんですけど、いつもねまあ僕の今までの動画見てる方とかわかるかもしれないですけど、いつもだったらねここにベッドを置いたりとかこっちにトイレがあったりとかねいろいろしてると思うんですけど、今何にもないですよね。トイレはここですね。何があったかと言いますと、帰ってきたらねもうすごかった。マックがねもううんち漏らしてすごいことになってたんですよ。もうね本当に大変でしたよ。前引き取ってねすぐの時はそういうことがあるかもしれませんので、十分ね注意をというか覚悟をねしてください。まあ、ならないかもしれませんけど、ならなかったらラッキーぐらいにね思っておくのがいいんじゃないかなと思います。なんか鹿みたいですよねこの子。なんか足も長くて細いし小鹿ちゃんみたいですよね。多分ね夜泣きも相当するでしょうね。最近ね僕ソファーで寝てるんですよね。何か知らないけどベッドで寝るよりソファーで寝た方がなんかあれしやすいんですよね。早起きがしやすいんですよね。だから最近ソファーで寝てて、まあソファーでね寝てると起きてすぐにパソコン開いてね編集なり台本書いたりとかができるので、まあそういうのもあって最近ソファーで寝てるんですけど、二度寝しなくて済むしね。だからね夜はこう犬たちと一緒にこう寝ている、同じ部屋で寝てるので、うちでは夜泣きしてないですけど、まあ下手したらね一晩中泣いてるタイプかなーって思います。ではなんかこうしばらく無視してるとなんか目がトロンとしてきて、コクンコクンつってこの前寝てましたけどね。そういう可愛い子犬っぽいところもあります。まあ一応ですねこう留守番するときにすごい吠えちゃうとか夜泣きがすごいっていう場合には、ミノシゴさんにね前ちょっと相談して言われたことなんですけど、ちょっとねかわいそうに思うかもしれないんですけど、周りがね全く見えないように毛布とかでねこうケージをやってあげるとか、隠してあげるとか、全面覆ってあげるとかっていうことをするとね、改善することがあるようです。マックかわいいね。こうやって。あとね、結構ビビりですからね。なんか音とか、なんか、
すごい音とかするとビグってなったりしてるので、その辺はね気をつけてあげるといいかなと思います。っていうかこの顔とかもうほんとダックスフントみたいですよね。なんかこのすんごい留守番が苦手みたいな、結構そういうところもなんかダックスっぽいなーとかって僕は思ってました。あとは今週ねこう散歩の様子とかもお見せできたらしたいなと。まあ、ちょっと梅雨っぽくなってきちゃってね、雨で行けるか分かりませんけど、行けたらね散歩の様子とかもお見せしたいと思います。なんかミニピンみたいな歩き方してね、すごい可愛いんですよこの子。マックの大変なところって、あとはねトイレ覚えてないっていうことぐらいかな。まあこれくらいとは言ってもね結構大変なことですよね。もうほんとねうんちまみれの小屋掃除するのほんと大変ですからね。あとはねしつけも大変だと思いますよ。だってさ、もうなんか例えばお叱らなきゃいけない時ですよ。こんな可愛い顔でね見つめられて、あなたはしつけ、何あれしできますか、怒れますか。今チラッと見ただけでね噛んだからね、まあいつも噛んでますけど、今のところね僕はマックにこう怒ったりとかってしたことはないんですけど、まあ構って構ってってもうワンコラワンコラ騒いでるマックをね完全無視するっていうのはね、やっぱりこうね犬の呼吸の使い手としても、まあなかなか大変な鬼ですよ。てなわけでですね、僕はこんな感じで保護施設を作るために今はね預かりボランティアとして修行をしながら、保護犬の里親募集をしております。それだけではなくて、先日の沙織さんとのコラボ動画のように保護犬に関する発信にも力を入れています。やっぱりこの動画見てて思ったけど、上品さって大事だよね。沙織さんの内側から溢れ出るお上品さすごいですよね。だから僕も内側から溢れ出る気品をですね出していきたいというふうに思っております。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。ファイナリー。